マナグアにおける一9マナグア大聖堂は、ニカラグアの首都マナグアにあるネオクラシカル様式の大聖堂の廃墟である。1973年12月23日の地震で被災し、今日に至るまで再建されていない。1912年にローマ教皇ピウス受世によって、マナグアの広司教区と、レオン、グラナダ、マタガルパの教区が創設された。 それまでは唯一レオンに司教座が設置されているだけであった。ホセアントニオ・レスカノイオ・オルテガがマナグアの初代大司教に任ぜられ、18世紀末に建てられたマナグアの小教区教会は首都の大聖堂に格上げとなった。1925年、この18世紀の大聖堂は新たな大聖堂を建築するために取り壊された。1925年4月5日、 デスカの大司教と、ニカラグア大統領、カルロス・ホセ・ソロルサノによる質素な式典の中、建設地に最初の石が置かれた。大聖堂の設計は1926年1月10日に発表されていたが、この設計は大司教を満足させるものではなかった。デスカの大司教はあるベルギーの教会の写真を機に、入り、 ベルギーの教会の写真をもとに設計図を描くよう、スイス人移民の技師、パブロ・ダムバックに要求した。鉄骨はベルギーから取り寄せることになり、船で、ちなんでが県のコリント港まで送られ、そこからは鉄道を使ってマナグアまで輸送されている。1928年に、旧大聖堂の建設工事が開始された。 建設開始から3年後の1931年3月31日に、マグニチュード5.8の地震が、首都マナグアを襲うなど、災害や資金不足で完成まで時間を要し、将軍アナスタシオ・ソモサガルシアの独裁政権時1938年12月31日に、建物は完成した。しかし、大聖堂として性別されたのは、 マナグア市政100周年を祝う式典が行われていた1946年7月24日である。そもさけはミサが取り行われ、聖火が歌われる間、儀式の特別な場所を占めた。大聖堂の内外装は、ステンドグラス、壁岩、大理石の祭壇、聖堂上部と下部に刻まれた浮き彫り、急流の飾り塔といった装飾で飾られた。 大聖堂外部の背面と側面には、バルトロメデラスカサス、マルヒルデヘスース、イサベルデカスティーリャ、ホセアントニオレスカノ、モラレス、クリストーバルコロン、フェルナンドナ世、セイ、フランシスコイルナンデスデコルドバの像が配置されている。1972年12月23日、マグニチュード6.3の地震がマナグアを襲い、マナグアでは1万人近くの死者が出た。大聖堂も被災し、 大司教座は、サントドミンゴデラスシエリタス教会へと移った。ビオレータバリオスでチャモロ政権時代、被災した大聖堂は修復されるどころか、1991年に、新しいマナグア大聖堂の建設が始まり、1993年に、完成された。2004年に、メキシコ大統領、ビセンテ・フォックス・ケサーダがニカラグアを公式訪問。旧大聖堂の美観に感動し、 ニカラグア大統領、エンリケ・ボラーニョスに、制度修復のための技術者の派遣を約束した。技術者による診断は、先の政権時代の放置と湿気が原因で、地震と同程度の損害を出しているという結果であった。ニカラグア、フランス、スペイン、メキシコの各政府というネスコは、それぞれ100万ドルを拠出したが、修復の完了には700万ドルを要し、 残り200万ドルが不足している。ありがとうございます。